雨が降ったら半額のお寿司屋さん、京都円町の仲良しさんです。大将もお母さんもすっごいいい方、の、海鮮どうやらが有名なところなんですが、夜行ってまいりました。突き出し美味しいです。突き出しからいきなり美味しいです。で、串カツとか串店があるんですね。で、これ串カツをじゃあ言ってみましょうと思って食べたら、これクオリティの高いこと高いこと、これめちゃくちゃうまいんですよ。まあ、あの串カツ専門店よりもうよりというか、もう本当に美味しい串カツなので、聞いたらやっぱり串カツ専門店でやられてたことがあるという、ことなんですが、もうね、あのパン粉もきめ細やかで、サクサクで、揚げようも絶妙でですね、これも串カツだけでも全然、のやっていける感じで、ございます。で、これなみなみとついでいただいた、日本酒でございます。もうたっぷり表面張力まで、いやもうありがたいですね。もうすごいいい対象なので、もう涙が出てきそうですが、エビもね、これプリップリなんですよ。中もう大きいエビで、さすが寿司屋のエビっていう感じだと思うんですけども、抹茶塩とかね、こうつけながら、いただくんですが、でこれイカも、これやっぱり寿司屋さんなので、こうあれなんですよね、タコもそうなんですけど、魚系が新鮮で、非常に美味しいんだと思います。で、やっぱり寿司も食べられるので、これ原価こぼれとおっしゃってましたが、いくらいただきました。いくらも、今言うか、こう寿司がまた串カツの後にちゃんと本格寿司が食えるっていうのがすごいですよね。で、この余ったいくらと日本酒、こんなもんもう最高なのでございます。で、これおでんもあってですね、こうおでんもこれまためっちゃうまいんですよ。出汁がほんまにうまいんですよ。いや、これちょっとひいきめに言ってるんじゃなくて、本当に美味しいんですよ。これ夜もおすすめです。串カツぜひ食べてみてほしいです。天ぷら次行った時に、食べてまたレポートしたいと思います。それではまた明日です。ありがとうございます。